海外からの留学生の一行が十津川村を訪れ、持続可能な観光と発展を実現するための取り組みを学びました。十津川村を訪れたのは JICA 国際協力機構の人材育成プログラムで来日し、関西の大学の大学院で学んでいるアジアやアフリカなどからの留学生11人です。一行はまず谷瀬の吊り橋を渡って絶景を楽しんだ後、村でカフェを開く女性から行き先やその場所で開く意義などを聞きました。また集落を散策したり移住体験施設を見学したりする中で、十津川村の職員から村の現状について説明を受けました。十津川村では2030年のあるべき姿として林業や観光業を中心に自立する村を掲げていて、留学生たちは自然を生かした地域活性化の取り組みなどの事例を学び、母国の発展に生かします。Attitude changing. Yes, for myself. Reflecting about how one can pursue happiness even in harsh conditions, like the ones they have, like fighting against the population and these things. For me, it's like an attitude learning example.